はい、釣り系の松田です。今回ご紹介するのはこちら、はい、RG プラステクニカルという機になります。この機の特徴3つ、はい、ベストセラー RG シリーズの近距離モデルということで 056.7g ということで 6.7g 浮きの中で結構軽い方ですよね。でよく言われます、大きい浮きはよく見えるけど小さい浮きよく見えないからいいやという方がいらっしゃいます。違います。小さい浮きが必要な時って絶対あります。杭が渋い時、そして、特にですね、あの冬場なんかそれとか、防波堤なんかでキワを釣る時ですね、魚の警戒心強いです。そういう時に大きい浮きじゃ食い込まないということはよくあります。小さい浮き絶対必要です。持っとってください。そういう浮きです。そしてもう一つ、高受信構造、構造ちょっとこんな風に変えてますけども、要は重りが入ってる位置が少し高いんですね、この浮きは。ですので傾きで当たりがすごく分かりやすい。小粒で傾きがよく分かる。これすっごい感度いいです。小さい浮きは感度が良いのが当たり前とか言われるんですけれども、さらに感度良くしているというのが一つ。そして最後に一つ、上 2.5 ミリ下2ミリの糸穴ということで、この浮き上はこちらですね、穴 2.5 ミリです。下の穴2ミリです。上から入ってきた糸がそのまますっと入ってきて小さい収束するですね、下の糸穴に収束してそのまますっと出ていくと、糸滑りがすごくいいと、そういう構造になります。ですので早く糸を落としたい時なんかにも便利だと、そういう浮きになります。はい、RG プラスシリーズの一番小さいモデルということで、RG プラステクニカル、ぜひよろしくお願いします。